さあこれより第4クォーターに入ります。トライサーズフォースアンドロングパントフォーメーションの状況で試合再開です。琉球リターナーがボールをジャックしましたが、それはなんとかリターナー自身が抑えました。結果的にはハーフウェイ付近で攻守交代という形になりまして、攻撃権は琉球ガーディアンライオンズに変わります。ダウン表示等誤りがありましたが、こちらの方も、訂正させていただきます。さあ琉球ハーフウェイからのファーストダウン10。さあまだ行く、ブロッカーついている、ベッケンファースター。ここで琉球ランニーバック33番ハンドオフから左奥に展開、ディフェンスがラッシュかけ、それをさらにしかし迂回し一気に前進、相手陣深いところまで前進しまして攻撃権更新です。琉球ガーディアンライオンズファースター。見事なランを決めましたのは33番の藤本でした。大阪経済大学出身のプレイヤーです。琉球相手陣11ヤードからのファーストダウン10。さあランをフェイクにしての左にいたレシーバーへのヒッチパス、これによってレシーバーが左オープン展開しまして、21番の選手が約7ヤードのゲインを果たしております。21番は松葉東京学芸大学出身のプレイヤー、失礼しました、ナンバー21番の選手ちょっと、後ほど確認させていただきます。21番は松井です。さあ中央のプレータッチダウン。ここで琉球一気にランプレーによってタッチダウンを上げる形に成功いたしました。ランニバック33番好調のランで中央を一気に駆け抜けましてタッチダウンを重ね、琉球ガーディアンライオンズ36点となっております。これよりトライ4ポイントに移ります。キック成功で1点追加となりまして、琉球ガーディアンライオンズ37点、トライスターズ0点とスコア広がっております。ここは堅調な33番藤本のランによって見事突破しまして、さらなるタッチダウン重ねリードを広げる形に成功しております。そんな皆様は、藤本いいね、おそらく藤本選手のニックネームですかね、まさに快調な走りを見せているといった感を私も受けさせていただいております。その得点を挙げました琉球のキックオフで試合再開となります。さあトライサーズリターンに入ります。しかし琉球がカバーしまして、トライサーズ自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。
で負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。現在試合時間は残り時間8分となっております。さあトライスターズとしては何としてもここで1本取り返したいというところではありましょう。残り時間を考えましてもそれほど多くのチャンスが残っているわけではありません。さあこのチャンス生かせるでしょうか。トライスターズファーストダウンテイ、さあハーフバックの大プレー、相手のすれ違いざまにゲインを図るという形でこれは見事に決まっております。キャリア5番、約ゲインは3ヤードほど獲得しています。キャリア5番は石塚、大阪電機通信大学出身のプレイヤーです。トライスターズセカンドダウン7、ここでホイッスル。負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られます。10月に入りまして若干肌の寒さがあり、選手としてはむしろやりやすい環境下に徐々になりつつはありますが、しかしこの夏非常に厳しい状況で多くの方々に体力的に負担があったと思います。もちろん選手にとってもそのダメージはいくばくか残っているところではありましょう。この中で戦っている両選手にまさに敬意を表したいと思います。さあ試合再開となります。トライスターズセカンドダウン7、さあ再びハーフバックの大プレー、中央を刻むようにランを展開しております。キャリアは62番、ゲイン約1ヤードほど獲得しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトを取られます。配信は X2、X3 グ西日本ネット全て、全チームによります共同企画によって実現しております。多くの方々がこの企画にご賛同くださいまして、その企業様個人様のご記者ありまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画が成り立ちましたことによりまして、 X2、X3、 さらには地方の学生や高校生といったアメリカンフットボールに勤しむ様々な方々の試合を配信でご覧いただくことが叶いました。叶いましたらできましたら現在も企画は募集しております、説明概要欄にそのショッピングカードありますのでご覧いただきましてご賛同くださいましたらぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。トライスターズサードダウン6、
クォーターバック15番オプションプレーでキープを選択せざるを得ない状況に追い込まれ、結果的には5ヤードロスに変わっております。トレサーズフォースダウンに状況変わります。この辺りは琉球もさすがというところで、徐々にその圧力をディフェンスも上げてまいりました。トライサーズフォースダウン13、バントフォーメーションを取ります。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。トライサーズに交代違反の反則がありました。フィールド内12人いる状態になっておりました。5ヤードバッタリとなりまして、フォースダウンやり直しになります。トライサーズフォースダウン18、フォーメーションパントフォーメーションを組んでおります。琉球リターンに入る、かいくぐった、前が空いている、ブロッカーいる、ステップ踏んでいる、タッチダウン、またしても33番だ。このパントリターン入りまして、右サイドライン際を疾走、相手のディフェンスかいくぐり、そのまま一気にブロッカー従えてサイドラインを駆け上がりまして、エンドゾーンに飛び込み、タッチだ。33番の鮮やかなパントリターン、タッチダウン決まりまして、さらに6点追加となっております。さあ、そしてタッチダウン後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。見事成功しまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ44点、トライスターズ0点とスコア変わっております。この見事なすり抜けありました。そしてここから一気に独走状態、さらにステップワーク切りまして、サイドライン駆け上がりまして、見事タッチダウンを重ねております。失礼しました。先ほどのトライフォーポイントは失敗という形で終わったそうです。キック失敗ですので6点のみという形になりまして、琉球ガーデンライオンズ43点、トライスターズ0点とスコア訂正させていただきます。細川さんはメッセージありがとうございます。いつも安定の美しいキック見せてくれてありがとうのメッセージ、これも琉球にとって励みになると思われます。さあ、スクイムキックを蹴りまして、そこからのリターン入ります。トレサーズ、これはしかし琉球を抑えまして、トレサーズ自陣41ヤードからの攻撃と変わります。さあ、トライサーズ、ここからの攻撃は果たして生かせることができるでしょうか。ボールオンは自陣31ヤードに訂正させていただきます。ナギさんはメッセージありがとうございます。 Go RG。
スター・トレサーズファーストテン、ダイブプレーを入れますが、これは琉球押し返します。徐々にこのプレーにも琉球慣れてきたか、50番73番見事に対応しまして、ゲイン1ヤードに留めております。ふさわしい圧力かけ直しておりますのが50番の高見沢、明治学院大学出身、73番はゲイブ・エドワーズ、ロレーナ高校出身のプレイヤーです。トライサーズセカンドダウン9、ナイスタックル。クォーターバック15番プレイアクションから右にネイキッドのランプレーを展開しようとそのアクションを起こしましたが、そこに琉球50番が襲いかかり大きなロスタックルを割っております。すさまじいロスタックルを決めたのは50番の高見沢です。明治学院大学出身のプレイヤー、そして宮古島シーホークスを立ち上げたそのメンバーでもあります。今季は X リーグ挑戦を果たすためにこの琉球ガーデンライオンズに参戦しております。トレサーズサードダウン19、オフェンスの反則です。ディレイオブズゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体という形になります。このあたりやはりトライサーズもさすがに動揺が大きくなっている感があります。なんとか立て直しを期待したいところであります。トライサーズサードンログ、さあダイブによる突破を狙いましたが、しかし琉球許しません。フォースダウンに変わります。オフェンスライン兼任という形で途中から奮闘しております 62番をつけております山本ですが、その果敢な突進しかし、止められましてフォースダウンに変わります。トレサーズフォースダウンパントフォーメーションを取りました。さあ琉球再びリターンに入るか、入ります。今度は左が抜けている、また足を開いた。一気にいったー、タッチダウン。しかしここでイエローフラッグが投じられております。このプレーの過程でイエローフラッグ反則が発生しております。さあこの反則は果たしてどちらのチームの反則という形で施行されるでしょうか。反則はリターンチーム側にあったというふうにコールされています。リターン中に琉球側に反則がありました。ブラインドサイドブロック、背後からの不正のブロックです。ボールを持っているチームは持っていない選手に対し後ろにヒットしてはいけません。
この反則を犯しました地点より10ヤードの罰則を受けまして、そこでプレーが終了する形に なります。従いまして先ほどのタッチダウンは無効という形になりました。しかし、攻守そのものは変わった状態になりまして、琉球の攻撃に変わります。エドワーさんメッセージありがとうございます。宮古のメンバー大活躍、高見沢さんナイスというメッセージありがとうございます。厚子細川さんもナイス、ゆきくんというメッセージありがとうございます。King's winning night now and RG is to go 沖縄、そうですね、キングス確か、B リーグですかね、こちらも勝ったということですね。まさに沖縄にとって華々しい一日になるかもしれません。失礼しました、カメラ見失いまして恐縮です。クォーターバック7番プレイアクションから14番にパスを投じましたが、しかしこれはキャッチできずパス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。このプレイアクションのフェイクはカメラマン泣かせなのではありますが、非常に巧みなフェイクが決まっております。これは選手にとっても非常に、判断が難しいかもしれません。それほど鮮やかなフェイクテクニックを藤原見せております。琉球セカンドダウン10、さあここでトラブル発生した模様、判定はどうでしょう。どうやら琉球がボールを抑えた模様です。ボールをファンブルしまして、これをもしトライスターズが抑えれば攻守交代というところでしたが、しかしこれは琉球を抑えました。その止めました地点が、10ヤードを超えたのでファーストダウン獲得となっております。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。さあこの戦いも残り2分という形に変わってまいりました。琉球としてはこの2巻の間にさらなる得点を狙いたいという、その勢い感じる、そのような状況になっております。トライサーズはなんとか逆にその勢いの隙をつきまして得点を上げたいと狙っているところでしょう。さあ果たしてどちらの思いが叶うでしょうか。試合再開です。琉球相手陣30ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。さあ果たしてどこでの反則だったでしょうか。反則はディフェンスにあったとコールされています。失礼しました、オフェンスに訂正されました。オフェンスのパスインターフェアの反則です。前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害しました。
この反則は、双方ともに反則が行われる、生じます。先ほどはディフェンスの選手のパス補給を妨げるために相手にヒットし、そのパスを、補給を妨げたという形でオフェンス側に施行されました。15ヤードのバッターを受けましてファーストダウンやり直しです。琉球下がりましたが相手陣45ヤードからファーストダウン25で試合再開です。さあまず中央付近にいたレシーバーにパスを通しました。パス成功です。まずは確実に距離を縮める形を選択しました。中央にいました14番見事にこのキャッチを取りましてその役目を果たしております。パスキャッチしましたのは14番内装職人でテクニカルなレシーバー草見岳の見事なプレーでした。10ヤードほど獲得しセカンドダウンとなります。琉球セカンドダウン15。さあさらにパス通ります。パス成功。今度は左側にいたレシーバー28番でしょうか、内側に切り込ませましてこのパス通し約14ヤードのゲインとなっております。いや29番のレシーバーだったようです。29番中村のキャッチでした。城西大学出身。さあしかし攻撃権更新にはわずかに立っておりません。琉球サードの残り1ヤード。パス成功。ナイスキャッチ。ファースター。琉球ここで左に展開したレシーバーにパス。このパスを、ワイドレシーバー見事にキャッチしまして攻撃権更新としています。しかしそこからサイドライン割りましたのでここでプレーは止まった形になっております。結果的に時計も止まりまして試合時間残り37秒でファースター。琉球相手陣4ヤードからファースター2ゴールに入ります。試合時間残り31秒。パス不成功。ここで一気にタッチダウンパスを投じました。3番中央切り込んでそこへのパスを投じましたがこれはプレッサーズ見事にパスカットしパス不成功に変えております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。琉球相手陣4ヤードからセカンドダウン2ゴール。さあトレッサーズこれを阻止できるか。中央いった。タッチダウン。ここで中央のプレーで琉球タッチダウンとしました。ここまでパスで攻め上がりましたが最後はランによってこのプレーを完結させまして6点追加となっております。そして琉球トライフォーポイントに入ります。しかしここはトライサーズカットしましてこのトライフォーポイント失敗。6点止まりに終わらせました。しかし琉球タッチダウン重ねましてその得点49点に伸ばしております。試合終盤に入りましたが琉球その攻め手を緩めませんでしてまさに2ミスを逆にやり返す形で見事に得点重ね その差を広げる形に成功しております。試合時間残り29秒となっております。成田様のメッセージもう一本のメッセージにまさに応える素晴らしいタッチダウンのワンシーンでした。さあ琉球これよりキックオフに入ります。トレサーズ果たしてどのようにここからの展開を行っていくでしょうか。
ました。低いキックを蹴った。トライサーズリターンに入る。タイミングを崩されまして、リターンは自身26ヤード付近でとどまり、この位置からしかしトライサーズの攻撃と変わります。トライサーズファーストダウン10。ランプレーを展開しました。ハーフバックにハンドオフしまして、左オープンへのスイープレー、ゲインは約2ヤードほど獲得しております。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、琉球ガーダンライオンズ49点、トライサーズ0点で琉球ガーダンライオンズの勝利となりました。琉球ガーダンライオンズ連勝という形になります。トライサーズ完敗という形になってしまいましたが、しかし決して見劣らない前半戦の戦いぶりでもありました。惜しみなくは途中より人員が、負傷が増えまして、後半戦戦う手駒を失ったという状況が感じる、そのような形でした。しかし最後まで奮闘しておりました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。まずは勝利しました琉球からの、ファンへの挨拶を。本日は応援ありがとうございました。琉球見事な戦いぶりでした。ナイスゲームでした。本日はご声援ありがとうございました。トライサーズ厳しい戦いでしたが、しかし見事最後までその試合を完遂いたしました。ナイスファイトでした。素晴らしい戦いぶりを披露いただき大変ありがとうございました。あや細川さんもメッセージありがとうございます。皆さん沖縄からの遠征お疲れ様でした。西田さんも配信、西田さんも配信ありがとうございます。メッセージありがとうございます。感謝申し上げます。両チームこれより続きますさらなる戦いぶり、これからも注目していきたいと思います。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め網入る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれより劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするのかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいは
あなたかもしれません。そんな何かが集い、現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ、この試合は果たしてその物語の何ページ目にあった物語でしょうか。その続きを楽しみとしつつ、この配信は本日は終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可のもと、 X2XE ウエスト合同企画にのっとって実施させていただきました。その配信実施いたしましたのは私、道楽やりちゃでした。またの機会にお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。